皆さんこんにちは、竹下勝成でございます。本日はこちら、バーン、ヤマハのステージパス 600BT という、音響機器っていうんですかね、なんて言うんだろう、まあ、そういったこのポータブル音響機器をですね、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ヤマハのステージパス 600BT のご紹介。まあ単純にその僕があのお店で使っているそのミキサーというかそのスピーカーがあったんですけれども、パワーアンプがちょっくら壊れてしまってで、どうしようかなと思ってたときに、あ、まあでも最近その外でイベントすることもあるし、なんかその機材込みでね、あのお仕事を受けることもあったりとかするから、悩んで、買っちまえということで、買ってしまった次第でございます。600ワットの600と400ワットの400、2つあるんですけれども、まあ、お店で使う分にはね、もう全然この600なんて必要ないんですけれども、まあせっかくだからということでですね、あの600買ってしまいました。とりあえずまあ届いたばっかでね、あんまり鳴らしたいんですけれども、すごいいい感じなので、もうこの感動をぜひとも皆様にも伝えたいという思いで、動画を撮っております。もしよければ、参考にしてみてくださいませ。で、そもそもこれ何なのよと申しますと、音を鳴らすために、普通はそのミキサーがあって、パワーアンプがあって、スピーカーがあってって感じで3つ分かれているんですけれども、これはもうそのオールインワンタイプということで、すごいお手軽に、簡単に、なおかつ高品質な音で、その音響機器を、再生することができるという感じなわけでございます。この2つがもう実際に、この段ボールの中に入ってた商品なんですけれども、このね、一発340ワットなんですけれども、10.8 キロ。という、すごいとんでもない軽さになっております。お米10キロと全く同じ重さですよ。これで340ワット。マジでやってる感じですよね。まあ、女性の方だとね、ちょっとね、こう頑張らなければいけないかもしれないですけども、男の人だったらもう全然普通に持てるぐらい超軽量っていう感じです。で、後ろの方をバッと見てみますと、こんな感じになっておりまして、蓋がついております。何が入っているかと申しますと、この中にはケーブル類が収納できるスペースが入ってあるんですよ。で、これは何を意味するかっていうと、さっき言ったそのオールインワン、その機材とかも、全てこの1つの中にまとめて、手軽に持ち運ぶことができて、セッティングをすることができるというような特徴になっているわけでございます。普通はさ、そら、ね、そのミキサーとかがあったらさ、まずミキサーのブツがあります。で、それに対して電源ケーブルやります。で、そこからそのスピーカーケーブルとかでそのパワーアンプとかに行って、そのパワーアンプの電源はもちろん必要で、で、そのパワーアンプからまたこうね、ぶっといスピーカーケーブルとかでスピーカーへとか行ったりとかするんですけども、もう必要なケーブルこれだけ。必要なケーブルこれだけっすよ。で、こちら側も、ちょっと後ろを見てみますと、こちらはミキサーがついております。ミキサーは単品だと4キロ弱ということで、ちょっとまあそこそこ重量あるんですけれども、でもこうやって単品で持つと片手で楽々持てるぐらいに全然軽いです。で、このミキサーはどっちの、左右どっちのスピーカーにもポコッとつけることができるので、どっちか片方専用ということは全くありません。このまま片付けるときに、ね、こっちにパコッとつけることもできるし、どっちに収納することもできるというような感じになっております。これがもう340ワットっていう、ね、超高出力スピーカーなわけでございますよ。で、ミキサー、こちら、インプットはモノが4つとステレオが3つって感じですね。1、2に関してはキャノンのみのインプット、3、4に関してはジャックもキャノンもいけるコンボタイプ、で、5、6、7、8、90はそれぞれステレオチャンネルというような感じでございます。で、この組み立てもすげえ簡単。なんです。超手軽、マジで。これっすよ。これっすよ。で、これスピーカーケーブルで挿す。こんなんすよ。挿す。で、これは電源ですね。電源。接続する。で、電源。接続者で、このスピーカーの後ろにこのちっちゃく刺すところがあるので、こちらにバシッといきましょう。これで準備完了。やばくないですか。めちゃめちゃ手軽やんけっつって、こんなもん速攻でセッティング終わるやんけっつって。
で、なおかつその、ね、その収納のポケットみたいなのがついてるから、本当この2つだけ持っていけばね、全部なんとかなるっていう、そういうこの超絶手軽な凄みがあるわけですよ。もうこれで機材 OK です。あとは電源をポチッと入れて、そのまま接続をして、ミキシングをして、音を出力していけば OK という感じでございます。で、またこのヤマハのステージファスト 600BT の大きな特徴として、3バンドイコライザーがそれぞれついています。で、モノの4つのインプットに関しては、リバーブが任意にかけることができます。他にもそのサブウーハーも接続端子だったりとかするんですけども、ちょっと個人的に大きいなと思うのが、4チャンネルだけハイ Z スイッチがついております。ハイ Z。これ何を意味するかっていうと、そのインピーダンスが違う楽器を接続することができるんです。つまり、ダイレクトボックス、DI がいらないということになるんです。こういう細かい気配り、さすがっすよね。ハイ Z ついてるから、DI がいらない。まあ、そのエレキベースとか、ね、そのギターとかに関しては、そのインピーダンス、その出力が違うから、ダイレクトボックスっていうその DI っていうものに関して近づいたら、ダイレクトなのか、名前違うわ。まあ、DI ってのがあるんですよ。その DI を通して、そこから入力しないとダメなんですけれども、DI いらずで直接入力することができるという感じなんです。ちょっくらワイヤレスの電源を入れて、鳴らしていってみましょうか。4チャンネル、ハイ Z スイッチオン。で、ある程度上げて、これで音が出るんです。きたで、イコライザーのかかり具合もすげえいい感じで、ハイをガーッと上げてみると。なんかいい感じですよね。ローを上げてみましょうか。ロー。ミッド上げましょう。ミッド。感じの音してませんか。で、リバーブスイッチをオンにするとリバーブをかけることができます。ホール、プレート、ルーム、あとエコーという形で、まあ、いくつかその種類があるんですけども、ちょっとかけてみましょうか。これエコー、ディレイですね。すげえ。すごっ。ステレオで聞くと、またすげえいい感じに聞こえます。プレートリバーブいきましょう。プレートリバーブ。いいですね。やばいですね。Thank you.
感じでございます。まあ、こんな感じでね、そのもう3バンドにイコライザーもついてるし、リバーブもついてるから、もうそのままこうね、アコースティックバンドくらいだったら、もう全然これ1台でいけるような感じなんですよ。まあ、その音もね、すごくいいですし、リバーブとか、そのコンプ、あと、リバーブとか EQ とかの使い方もすごいいいんですけども、やっぱり何よりもこの、手軽に高品質な音が出せるっていうのが、やっぱすげえ大きな特徴かなと思います。まあ、これね、あのカメラ越しに聞いていただいてどこまで伝わるか分からないですけれども、普通にこうリバーブの質感とかはめちゃくちゃいいですし、この音のきらびやかさっていうんですかね、このギターのアンセムのこの持ち味のきらびやかさみたいなのがすごいこう出てるような感じですね。で、なんかさっきこのディレイにしてステレオで聴いてたら、またこの広がり感みたいなのもすごく面白いし、なんか本当にこれはもう買ってよかったわっていう、もう興奮しかねえという感じでございます。で、うちのお店はね、40人ぐらいしかね、入れないちっちゃいお店だからさ、絶対こんな600ワットもやらないし、もう超絶持て余すんですけども、今そこそこ音出してるんですけども、レベルが0から10までのある中の2です。2もう出してない。4チャンネル全然つまみ上がってないから、全然まだね、1.5 ぐらいしか出してないんですけども、これ、10出したらどうなっちゃうんだろうって感じはちょっとしますよね。で、まあ、これだけでね、その大きいホール、ある程度200人ぐらいのキャパまではね、いけるということなので、ちょっとまあ買ってみたって感じなんですけれども、これからですね、こちらの機器を使ってですね、まあ、いろんなお仕事を頑張ろうかなっていう感じでございますよ。皆さんもね、この路上ライブとか、バーベキューのライブイベントとか、もしくはその外部でね、そのお依頼いただいて、そのお仕事をされたりする方もいらっしゃると思うんですけれども、結構そんな方にはね、本当にステージパス600、超おすすめなので、もし機会があったらどっかで触ってみて、音を鳴らしてみて、聞いてみていただけますと幸いでございます。そんな感じで、今回の動画はヤマハのステージパス 600BT のご紹介でございました。これからですね、うちのお店でイベントするときはもうこれ使っていきますし、生放送とかもこれを使っていこうかなと思っております。実際にお店来れなくてもね、その生放送とかで音を聞いてみてどんなもんかなみたいな感じで、このステージパスの活躍を楽しみにしていただければなと思うので、ぜひその辺も楽しんでいただければという感じです。もしくは、ウダイストカフェに直接来られる方いらっしゃいましたら、本当ね、このステージパスの音をぜひ楽しみに、していただけますと幸いでございます。そんな感じで、ヤマハのステージパス 600BT 買っちゃったよ、ワホイっていう感じの喜びの動画でございました。もしよければ、参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。